こんにちは、在宅勤務でですね、家の仕事環境を改善中の山カフェです。さて本日はですね、クラウドファンディングサイトの幕開けで募集中のキーボードの紹介になります。でこちらね、サンプル品をご提供いただいたので、まあ、レビューしていこうかなというふうに思います。じゃん。はい、こちらね、ニューファイというメーカーのニュータイプ F1 という、まあ、キーボードですね。まあ、コンパクトな64キーのメカニカルキーボードになります。MacBook の上に置いて使えるということで、MacBook との親和性なんかも、まあ、強調されているキーボードですね。で個人的には、私がね、以前購入したコンパクトメカニカルキーボードのタップテック。はい、こちらね、タップテックとの比較っていうのもちょっとしてみたいですね。で、同じね、やっぱりコンパクトキーボードということで気になっている方もいらっしゃるかなと思って、まあその辺の比較も踏まえながらやっていこうかなというふうに思います。ということでね、早速見ていきましょう。でこちらサンプル提供品なので、まあ実際のね、商品とは違うことがあるかもしれないので、まあそこだけご注意ください。で、まずね、本商品特徴なんですけども、まあ、幕開けのサイトによると、20種類の RGB バックライトエフェクト、光と音で臨場感たっぷりの演出が楽しめる。仕事をよりスマートに持ち運びやすさ3台のデバイスと接続、簡単に切り替えで効率化を追求。から Mac、Win 対応、JIS 配列、USB 配列と3種類の軸から選べるあなた好みのメカニカルキーボードということですね。いや、これね、結構ね、タップテックの特徴と割と被ってるので、まあね、ちょっと同じようなことになんなきゃいいのかなというふうには思ってます。はい。はい。私のところにやってきたのは、USB 配列の赤軸キーボードですね。私実際この赤軸キーボードって初めてなんですけども、その辺のところも、ちょっと説明できたらいいかなというふうに思ってます。でまず外見なんですけども、かなりね、ちっちゃいですよね。で、キーは英語配列で64キー。ここね、ファンクションキーがないんですね、一番上には。ないんですけども、まあ、キーのコンビネーションで入力するようになります。で、キートップは、これ真っ平らになりますね。まあ、これね、好き嫌い分かれるっていうところもあるのかなっていうふうに気はしますね。はい。で、残念な点、私が思う残念な点が2つあって、1つは、ここのね、こうデリートキーなんですけど、ここ最後まで伸びきってくんないんですよね。ここまでない、ここちょっと欠けちゃってるんですよ。これが見た感じちょっと残念かなっていうふうに思います。で、もう1点が、カーソルキーの位置なんですけど、これね、ここ。これ、前回タップテックの時もやっぱ同じなんですけど、どうしてもコンパクトに作ろうとすると、ここのね、シフトキーとこのカーソルキーの位置関係っていうのが、まあ、こうせざるを得ないのかなっていうところで、まあ、ここが非常にね、残念な感じかなっていうふうに思います。こちら持ち込み運ぶことも考慮して、まあ、軽くね、コンパクトにできてるんですけども、実際のところね、重さはどうでしょうかね。はい、こちらが、403g ですね。まあ、ペットボトルの1本分よりは軽いって感じでしょうか。で、次に、タップテック。まあ、私がもともと使っているタップテックの方なんですけども、まあ、こちらは、542g なので、まあ、140g ぐらいの違いがあるということになります。PC との接続は、USB Type-C もしくは Bluetooth の2つから選択ができます。で、ケーブルもね、当然ついてきてます。はい。で、Bluetooth の方の時は最大3つ、ね、3つのデバイスと、接続が可能なようになっています。はい。で、次は RGB の光り方なんですけども、このキートップは光るんですけども、光り方は20種類ですね。20種類と豊富になってます。あとは光り方のスピードとかですね、明るさっていうのも、ファンクションキー、FN キーとのキーコンビネーションで選ぶことが可能になっています。ね、こう、ピカピカ光ってるのって私個人的には、結構好きですね。なんかね、楽しくなるんですよね。でなんですけども、まあ、Bluetooth 接続で使ってるときは、内蔵バッテリーの電池の減りが早くなりますので、まあ、その辺は注意が必要かなというふうに思います。
で実際に入力した感じなんですけども、なかなかねいい感じですね。私この赤軸は初めてなんですけども、こうスコスコした感じっていうのがすごくいいですね。で一つ気になるのは、あの特定のキーのね音をね変わるんですね。でそれは2つあって、2つ気になってるのは2つなんですけども、スペースキーとリターンキーですね。こっちは通常のキーと違って、まあ、スコスコの音からカチャカチャっていう風に音が変わります。多分このキートップが長いので、まあそれを支えるためのスイッチみたいなのが音が鳴ってるのかなっていう風に思っていて、まあこれはね非常に、まあ、残念な感じかなっていう風にちょっと思ってます。まあこれサンプル品なので、商品版、正式リリース版ではまあこれ直ってるといいなっていう風に思いますね。まあなんですけど、まあ全体的に言うと私はすごく入力しやすくて、気持ちがいいっていう風に感じました。で、このスコスコの打鍵感っていうのはなんかいいですね。すごく好きです。はい。で、MacBook との親和性についてなんですけども、幕開けサイトで見ると、MacBook の上に置いて使うことができるよっていう風なことを歌ってるんですね。で、ちょっとそれを試してみようと思うんですけども、私の MacBook Pro は、まあ日本語配列のキーボードになってます。はい。非常に残念ですね。裏のね、固定させるためのこの造形、これがあるんですけど、これがキーボードにこう引っかかって、ピタッとはまるようになってるんですけど、まあ、ここがね、英語の配列上に作られているので、日本語配列のキーボードの上に置いちゃうと、ね、この辺の、この出っ張りがキーに当たっちゃって、置いただけで、タタ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 タという感じで、キーが入力されてっちゃうんですよね。まあ、これがね、非常に残念ですね。で、ちょっとね、ずらしておくと、ちょっとだけずらしておくことで、まあ、それは解消されるんですよ。まあ、なんで、ちょっと見た目はね、どうかなって感じなんですけど、ちょっとずらすことで、一応 MacBook の上に置いて、日本語配列の場合でも、MacBook の上に置いて、使うことができます。なんですけども、まあ、私個人的に言えば、まあ、こういう使い方って、まあ、どうなのかなっていうふうに思うんですよね。で、なんでかっていうと、こう、MacBook の上に置いて使うことで、ここの段差がね、すごい気になるんですよね。で、私、やっぱ段差がね、すごく気になるんで、私の場合だと、こういったね、パームレストを置いて、まあ、こういうふうに使うっていうのが、まあ、欲しくなるんですね。パームレストが欲しくなる。ということなので、まあ、こういう設置をしようかなって思ってる人は、まあ、注意が必要なのかもしれないですね。はい。で、あとはね、まあ、ちょっとキーコンビネーションについてもちょっと触れておきましょう。まあ、基本的には、ここの FN キーですね。FN キーとの、組み合わせでいろいろ使うことができます。例えば、先ほど言った RGB のライトのコントロールだったり、それからチルダとかね、特殊文字の入力だったり、それからオプションキーとコマンドキーの入れ替えができたりとかですね。あとは、まあ、Bluetooth デバイスの切り替えなんていうのもできるようになっています。で、ファンクションキーっていうのはこの FN キーをしながら、この数字の1からね、ここのプラスまでのところを押すことで、ファンクションキーを押すってことが可能になっています。はい、ということで、本日は幕開けで募集中のキーボード、NewFi の NewType F1 というね、まあ、キーボードのご紹介でした。在宅勤務で一日ずっとこれで使って仕事させてもらったんですけども、実はすごい気に入りました。コンパクトで机の場所を取らないっていうのもそうですし、あとは、まあ、打ちやすくて音がいいっていうところが、まあいいですね。で、なんですけど、やっぱり、再三言いますけども、スペースキーとリターンキーの音だけは改善してもらいたいかなというふうに思います。で、本日、今日4月の15日なんですけども、で、現在1万6000円ちょっとでの募集金額になってますんで、気になる方はぜひですね、幕開けサイトの方をチェックしてみるといいと思います。はい、ということで、まあ、この動画がね、ちょっとでも役に立ったよって方はぜひね、グッド評価お願いします。あとは登録まだの方は、チャンネル登録の方もぜひお願いいたします。
それでは次の動画でまたお会いしましょう。さよなら。